はい、ヒリビル放送局、今日のアウトプット、まこねです。今日も私と一緒にダイエットの勉強サクッとやっていきましょう。今日はサクッとで終わります。はい、このポッドキャストでは私がね、日本ダイエット健康協会のインストラクターになるって勝手に決めてるもんですから、私の勉強に皆さんが付き合って、皆さんに付き合ってもらおうというような内容の趣旨です。はい、どういうことかというと、私はね、自分で学んだことをしっかり人にお伝えすることができて初めて学びだと思ってるので、皆さんにね、今まで学んできたことを、使ってきたテストをもとに、アウトプットして、お互いに勉強してるというものになってます。で、今ね、レッスン5、カロリーと栄養素とダイエットという内容でお話ししていますが、このカロリーと栄養素とダイエットっていうテーマの第5章は、実は今日が最終回になります。なので明日から変わるんですが、最後はどのように締めくくられるか、最後までお聞きになって確認してください。さて、今日の問題はこちらです。今日の問題は、パスタ1人前にケーキセットをつけると一気に2人前のランチのエネルギー量と同じくらいになる、イエスかノーか。どうですかね。そう、1人前のパスタにケーキセット、それと2人前のランチが同じエネルギー量、どうですかね。さあ、早速やっていきましょう。今日のテーマはこちらです。今日のテーマは外食メニューの組み合わせ方。私はね、16時間断食始めてから2ヶ月ぐらい経ちましたが、その間一度も外食はしていません。そう、引きこもりといえば引きこもりなんですが、16時間断食は、基本的にね、食べていい、私の場合8時間ですけども、その時間に何を食べても差し支えないです。はい、ただそこでいかに余分なものを摂取しないか、体がね、デトックスに向かっている時にデトックスのを一生懸命体がしようとしている腎臓と肝臓の上からまた毒素をドボドボドボっていう風に乗っけるようなことはね、本末転倒だし、もちろんタバコ吸いたい、お酒飲みたい、だからデトックス一生懸命しますっていうのも間違いじゃないと思うんですけども、私は一刻も早く体重を標準体重まで落として、そこからセットアップに時間をかけたいと思ってるので、なるべくね、体がダイエットにリスクになるようなことは避けて生活しています。なので、外食で私がね、しっかり塩分のコントロールとか栄養素のコントロールが今も完璧じゃないんですけども、自分の中で納得できる範囲であればっていうことが、外食でしっかりコントロールできるかったらちょっと難しいかなと思ってて、私は今のところ外食はもう完璧に控えてるんですけども、なんですけども、でも人によっては普段の生活の中で外食、お弁当にしてもね、外での食事、自分で食事を全てコントロールできないっていう人も多いと思うんですよ。というか、そういう方が大半だと思うんですよ。そういう人たちにとって、なるほど、こういうふうに考えるんだなっていうふうな、目安になればっていうような内容になってます。そんなわけで、今日もやっていきましょう。はい、では今日はね、サクッと終わりますよ。無駄話が多いな、そのせい。はい、外食メニューの組み合わせ方、主に女性向けにこのテキストできているので、女性がメインに据えられて書かれているんですけども、甘い誘惑私はね、これはね、100% 私自身もコントロールできてないんですけども、食事の後に甘いものが食べたくなっちゃうんです、私は。そう、で、私の場合はおそらく食生活の中でタンパク質がちょっと少ないって考えてるんです。で、タンパク質が少ないとすぐにエネルギーになりやすい糖分、糖質を欲しくなっちゃうんです。なので私はありじゃないですか、ウェハースみたいなクッキーみたいのを2個食べるとカルシウムじゃなくてタンパク質が 10g とか 15g 取れますよみたいな、
まあ、そういうのを食事の後にね、取ったりします。まあ、ちょっと前はね、毎回もう我慢できないと言ってコンビニに走ってたんですけど、最近はそういうふうにしてます。まあ、お値段も大した変わらないですかね。コンビニでドーナツ買うのと、ウェハースみたいのドラッグショップで買うのと、お値段もそんな変わらないので、まあ今日も頑張ったねみたいなご褒美のつもりで、食べてる時もあります。もちろん毎日じゃないんですけどね。はい、そんなわけで、次いきます。まあ、外食にもいろいろありますけど、まあ、ランチ時、本当はね、ランチ時にいっぱい食べれて、夜は軽い方がいいと思うんですけども、まあ、ランチ時で、まあ、ペペロンチーノを食べたならっていうことを例にお話していきますが、大体ね、ペペロンチーノって、ニンニクとね、唐辛子と、あとパパって炒めてって感じで、さっさという、本当見た目もそうだし、食べた感じも、まあ、脂っこいっちゃ脂っこいですけど、そんなギトギトした感じのやつじゃないじゃないですか。まあ、私はね、ペペロンチーノ、実はあまり好きじゃないけど。私はね、結構こってりした 濃厚な味のパスタが好きなんです。クリーム系のパスタとかね。そう、好きなんですけど、ペペロンチーノは多分、外で自分で頼んだことはない。まあ、家ではね、簡単なんで、ちゃちゃってやっちゃいますけどね。はい。まあ、でも私はニンニク剥くのがね、めんどくさくて仕方ないから、まあ、本当なんか、どうしてもニンニクが食べたいというぐらいしかやらないかもしれない。でも辛いのも好きですからね。はい。で、ペペロンチーノといえば、だいたい 500g から 600g、1人前ね、ぐらいあります。まあ、これにプラス、そう、ケーキセットを付け加えたならっていうことなんですが、まあ、ケーキセットのケーキだけだったらねって思うんです。まあ、ケーキセットで、まあ、紅茶を頼まれる方も、コーヒーも頼まれる方もいらっしゃいますが、コーヒーも紅茶ももちろんカロリーゼロです。はい。どちらが優れてるかっていう、まあ、両方どちらも優れてるので、お好きな方を飲めばいいと思うんですが、まあ、これにね、コーヒーでも紅茶でもいいと思うんですが、砂糖とミルクを入れた途端、まあ、カロリーが上がっちゃうわけですよ。はい。まあ、どれくらいカロリーが上がるかが、まあ、入れるようにも違うと思うんですけども、まあ、ケーキセット 100g あたりがだいたい350カロリー。そう、まあ、それプラスってなると、まあ、どうかなっていうことで、まあ、この問題に立ち戻ると、今日の問題は、1人前のパスタのケーキセットと2人前のランチのエネルギーを同じくらいいいですかノーかっていうことで、まあね、ケーキセットにコーヒーやミルクを、まあ、入れて、飲めば、確かにペペロンチーノと同じぐらい、もしくはそれよりちょっと低いぐらい。まあ、焼き魚系のね、和食のちょっとした定食と同じぐらいの、カロリーになることはなります。はい。なので、ペペロンチーノと、まあ、和食のね、ランチセットはだいたいエネルギー量は同じになります。はい。まあ、もちろん砂糖、ミルクとか入れての話ですけどね。まあ、ケーキもね、ショートケーキに限らず、私の大好きなモンブランとか、私モンブランが大好き。そう、ミルフィーユ系とか、だとまたちょっと違ってくると思います。そんなわけで今日の答えは、イエスです。はい。まあ、これでですね、この章は終わりになるんですが、明日からの章はというと、第6章、代謝とリバウンドの基礎知識。来ました。まあ、代謝は代謝で、まあまあ、気になるところでしょうけど、まあ、リバウンドに関してはね、永遠のテーマの一つですよね。そう、リバウンドをいかにしない、させないっていうのは、まあ、ダイエットの一番難しいところじゃないですかね。まあ、私にとっては体重を落とす、体脂肪率を落とすよりも、私はリバウンドさせないっていう方が、まあ、難しいような気がしています。はい。
なので私もね、ここはね、一生懸命熱を入れて勉強していきたいと思いますので、皆さんもまた明日から新しい章を楽しみにしていてください。で、明日の章の第1問目はこちらです。太りやすい人は代謝が良い、イエスかノーか。そう、初っ端からなんかちょっと紛らわしいというか、ややこしいというか、そう言われればそんなこと言われることもあるよねみたいな、太りやすい人は代謝がいいからねなんていう話になる時もあるし、逆のお話もありますよね。太りやすい人は代謝が悪いんだよみたいないうようなお話もありますよね。まあ、イエスかノーか。まあ、私のテキスト、今持ってるテキストの中にはもちろんもう答えが出てるんですけども もう今から喋りたい気分で満々なんですけども、まあ、これはまた明日に撮っとこうと思います。まだ資料も作ってないので では皆さん、また明日ということで、今日のアウトプットはもちろん明日もお昼の12時に配信します。はい、今月中はもうずっと12時でやっていきますので、皆さん明日も楽しみに待っててください。第5章じゃなくて第6章、なかなかダイエットの本質に迫るような内容になってきますよ。楽しみに。またね、また明日。まこねえでした。バイバイ。